機動力が遅い機体で後ろ取れないと思うんですけど、その場合どうしたらいいですか。機動力遅い機体っていうのは何かしら強みがあると思うんですよ。例えば弾が強いとか、だから自分から近づく必要がなかったりとかって話ですね。だからダブゼみたいに自分から近づかなきゃいけない時も一緒です。このゲームってバックブーストペナルティとかあるんですよ。バックブーストペナルティっていうのが存在してて、まあブースト回数が1回少なくなったりとか、そもそも後ろに逃げてるときは機動力下がってるんですよ、このゲームって。まあそこら辺の解説もね、講座動画でやってるんですよね。講座動画の2かな、講座動画の2を見ていただければ詳しくやってるんで、そちらちょっとまあこれ終わったら見てみてください。後ろに逃げてる方が要は不利なんですよ。追ってる方が基本早いんですよね。有利なんですよ。ブースト量も多いし、ダッシュの速度も違う、ちょっと。なんで、いずれ、あと壁があるんですよ、このゲーム。エリアオーバーっていう壁があるから、いずれ追いつくんですよね。これ追い詰められる。一回読み合いになるぐらいには絶対追い詰められるんで、そうなった時に機体が遅い機体っていうのは、まあ、技が強かったりとか、まあ、弾が強かったりとか、体力多かったりとか、まあ、格闘技だったり、ダブゼだったり、そうですね。だったりは体力多かったりするんで、そこで有利取るっていう話ですね。で、相手はそれをうまくさばけたら勝てるし、そこで被弾してしまったら体力差が一気についちゃうので、相手側からしたら負けてしまうっていう。まあ、そこで、その試合の勝ち負けが決まるって感じですね。